ますのは、坂井谷珠史さん、月の輪熊八さん、小瀬おはこさんの3名です。最後までごゆっくりお楽しみください。フルコースで来ていただきましてありがとうございます。山平美人寄せ、いよいよもう本当に見てください、これ秋になってきましたね。これ横山大観さんの絵なんですけどね、この間出雲に行った時に足立美術館でちょっと買い求めたんですけども、本当に素晴らしい紅葉がもう本当に北海道はもう終わるんじゃないかという部分もありますけども、雪も降ってまいりました。皆様足なんでしょうね、ここは今日なんかちょっとスカがね、ごめんなさい上がってましてね、はい、というのはなんかね、いろんなことをやりすぎまして頭の中がプツンと切れたらしくまとまりがつかず、実は今日ファイターズの講演会の集まりがあるんですが、もうそのことは頭がいっぱい本当に今年のファイターズ大変申し訳ございませんと言うしかなかったんですけど、まあダメだと今日はダメなりに落語もたとえ一人でも100人でもやるといううちのことに寄せ、皆様こんなにたくさん運んでいただいてありがとうございます。また毎回毎回増えるように頑張ってはいきたいんですが、人数よりもやはり来る方の、心の内容と語る人の内容が一番重要だと思いますので、山平美人寄せずっと続くように可愛がってください。では始まります。皆様盛大な拍手でうちのフルメンバーを応援してやってください。よろしくお願いいたします。
わかりました。20問ありゃいいのか、ちょっと待ってくださいよ。20問、20問ね。手をこっち出しておくれ。はい、20問。じゃあこれで言っておくれ。それからね、おじさんは私をお連れしなくちゃいけないんですけど、ふとやさん行ったりなんかすると遅くなりますから、おじさん先に行っててもらえませんでしょうか。おお、それはいいよ。名前を聞かせてくれりゃ。おう、先に行きましょう。僕のうちの名前は何て言うんだい。私今日はこの仙台の町を入っていくとね、両側にたくさん旗子があるんです。で、右の方を見ていくと大きな虎って旗子がございます。これは仙台一の旗子なんだ。私今日はその向かい側にある、気をつけていかないと見落としますよ。気をつけて行っても見落とすんですから。あ、そうか。で、坊のうちの名前は何て言うんだい。ネズミ屋って言うんです。ネズミ屋さん、これはまた変わった名前だな。あ、そうですか。あそこまで聞けば大丈夫ですよ。じゃあ坊、行っておくれ。ご苦労様。あ、元気な子だ。はあ、これが虎屋か。名は体を表すというが全くだな。あ、さすがは仙台一だ。その向かい側にあるのがネズミ屋。これまた名は体を表した。よくこれだけ小さな家があったね。ただのネズミじゃない、これはコバネズミだ。まあいいや、止めてもらうことにしましょう。ごめんよ、ごめんなさい、ごめんよ。はい。え、あ、お越しなさいませ。何か宿外れでもって手前どものせがれでございますが、何かご無礼を。え、お泊まりいただけますか。これはありがとう存じます。さあさあお上がりくださいませ。その上がりが待ちかけていただきまして、すぐ早速でもおみ足をお過ぎするところではございますが、あいにくと私の腰が抜けて立ちませんので、思うように動きません。あ、そう。話の分かりそうな男だが、腰が抜けているのか。はいはい、分かりましたよ。恐れ入りますが、そこにお履き替えの草履がございます。手置きもございますので、それをお持ちになりまして、裏の側でおみ足をお洗い。川で足を洗うのかい。牛だね、まるで。そうですか、そうですか。いやー、うとっちゃん。履き替えの通りというのはこれですかな。はい、で、最後でございますね。片方しかないわね。はい、左右ですか。であれば、片足でぴょんぴょん。詐欺だね、まるで。そうですか。いやー、いい流れだね。あれだけいい流れがあったらね、帰ってゆすすいでもらうより良かったですよ。おお、気持ちよかった。帰って良かった良かった。おじさん、おじさん来てますね。すぐ分かりました。間違いませんでした。おお、ぼうかぼうか。すぐ分かったよ。布団屋さん行ってきてくれと。はい、行ってきました。おじさん、ご飯は食べますか。王にも困るで。そりゃご飯ぐらい食べさせてもらいましょうかな。あ、そうですか。これから支度して焼き物したり煮物したりすると遅くなりますから、お寿司かなんか添えてきましょうか。おお、寿司もいいね。旅先で寿司を食うなんてことはめったにない。寿司いただきましょう。何人前頼んできます。え、何前頼んできます。何が。私しばらくお寿司食べてないんです。お父っつぁんも寿司は大好きなんです。いや、お父っつぁん、さあさあ怒ることはない。子供は正直が宝さ。じゃあ坊、ちょっとこっち来ておいで。じゃあね、ここに一部ありますよ。これでお酒を添えてきてください。あいにくまだ私お酒飲めないんですよ。いやいや、坊に飲ませようってんじゃないんだ。おじさんが飲むんだ。余ったお金で寿司をね、買えるだけ何人前でもそう言ってきてください。お願いしましたよ。ご苦労様。
な子だ。せがれさんかい。うん、いくつだい。11。11といや、近所の子供たちと駒を回したり、タコをあげたりして遊びたい盛りだ。それはああやって何でもかんでもお父っつぁんの手伝いをするなんてのは偉いね。だがね、お父っつぁん、いくら偉いと言ったところで、あいつは子供だ。中には花を立てる曲もあるんじゃないのかい。はい、どうかいたしますと、お腹立ちになりまして、お帰りになる曲もございますです。どうだろうね。まあ私はそういったところは素人だからよくわかりませんがね。これで女の人、女中さんでも一人使ったら仕事をやりやすくはないのか。そのありがたいお言葉におすがりいたしまして、私の愚痴話をお聞きくださいませ。私は以前はあの虎屋の主でございました。え、お前さんがあの虎屋のご主人。それがどういうわけでネズミ屋のご主人になったんだい。はい、3年ほど前でございますが、女房に先立たれまして、こういった女手の少ないところではございますので、誰かの集いはと思いましたが、どれもこれも帯に近した隙に流しでございます。長い間手前どもで女中頭をしておりましたおこんという女がございます。これを後添いに据えましたが、全てがうまくいったときまして、ああいい後添いをもらったと喜んでおりました。ちょうどその年の七夕祭りでございます。あ、ご存知でもございましょうが、この仙台の七夕祭りと申しますと大変な人気がございましてな、近郊近在から大勢の見物のお客様がお見えになる。その時分になりますと、どの旅籠も一般でございます。手前どももおかげさまで大勢のお客様がお泊まりになる。酒を飲む、喧嘩、もうこれは常でございますよ。まあとにかくお客様におけがあっちゃいけない。止めに上がりましたが、とてもとても収まるところではございません。そりゃ小鉢は叩きつける、とっくりは投げ合う。もうとにかくおけががあっちゃいけない、収まりください、収まってください、収まりくださいと中に入りましたが、とてもとても収まるところではございません。二人の喧嘩が4人になる、4人になる、8人でございます。押され押されしまして、2階の踊り場のところまでやってまいりました。誰かに疲れたんでございましょうか、背中をドーンと押されましてな、旅が新しゅうございました。つるっと足を滑らしまして、そのまんま一気に下の土間まで転がり落ちました。打ちどころが悪かったんでございましょうか、腰が立ちません。離れに床を取らせまして、医者に薬に家事祈祷とあらゆる手は尽くしましたが、とうとう腰は立たずじまいでございました。まあ私とせがれとはのんびり暮らしておりましたが、ある時この2、3軒先の生駒屋という旅籠がございます。このご主人と私とは子供の時分からの喧嘩仲間、友達でございました。この生駒屋がやってまいりまして、おい、うへい。あ、申し遅れました。私、うへいと申します。うへい、お前の腰が立たなくなったのは聞いていたが、お前の腹の中までふぬけになったとは知らなかった。お前、せがれの体、右翼氏の体を見たことがあるのかと、こう申します。何を言ってるんだ、とんた話がわからない。どうしたんだ。お前みたいな薄情な奴とはもう、金輪際付き合いはしない。いいか。畳を蹴立って帰りますんで、おい、熊屋と声をかけましたが、とても振り返るところではございません。そこへせがれが手慣れから帰ってまいりましたので、ちょいとお前、お父さんの前で裸になってごらん。ちょいとお前の裸を見せておくれ。裸になれ。もじもじしてなりませんので、裸にならないのか。拳を振り上げました。しぶしぶ着物を脱いだのを見て驚きました。体中生傷だらけでございます。お前その傷どうしたんだ。近所の子供と喧嘩した。バカなことを言うな。子供同士の喧嘩でそんな怪我をするわけがない。本当のこと言ってごらん。誰にやられたんだ。本当のこと言わないのか。裸のまんま私の首根っこにしがみついてまいりまして、お父っつぁん、
どうしておっかさんを死んじまったんだい。そう言われた時は私も泣きました。ああ自分のことばかり考えていて、せがれのことはこれっぽっちも考えるのも忘れてた。ああ自分のことばかり考えて情けないと。それから馬頭の牛蔵を呼びまして、私たち親子は向かいの物置、当時ここが物置でございましてな、移り大河と申しましたら、お客様が立て込んでおりますので、せめて一部屋でも開けていただければと、私たち親子はここをきれいに掃除させまして移ってまいりました。三度三度のものは向かいの虎屋から運ばせておりましたが、一月も経たないうちに三度のものが二度になり、二度のものが一度になるでございます。日持ちさんに耐えかねてせがれを取りにやりますと、この忙しい最中に病人の世話ができるか。せがれをぶったとか蹴ったとか申します。腹は立ちましたが腰は立ちません。まあまあいい、お前たち二人ぐらいのことはこの生駒屋が面倒を見ると、それからは生駒屋に食事を運ばせていただきまして、すっかり世話になりっきりでございました。ある時この生駒屋がキスを書いて飛び込んでまいりまして、お前前の虎屋をいつ番頭の牛蔵に譲ったんだと、こう申します。何バカなことを言ってるんだ、そんなことをした覚えはない。それがそうでない、生駒屋があんまり牛蔵のやり方が人にひどいので文句を言いに行くと、生駒屋さん、手前どもとご主人とはもう何の関わり合いもございません、どうぞこれをご覧くださいと、目の前に差し出されたものには釘と釣り替えの印行が押してあって、譲り渡すものないと一冊書いてた。お前あの判をどうしたんだ。そう言われました時に、しまった、女房のお婚に預けっぱなしだった。そう気づいた時は後の祭りでございました。それからすっかりお前の世話になりっぱなしで、ところがある時せがれがこんなことを申します。お父っつぁん、俺たち二人こうやって小前さんに三度三度のものを運んでもらってたら、こじきと一緒じゃないか。おいら宿外れ行ってお客さんを一人でも連れてくる、一人でもお客さんに泊まってもらったら親子二人命がつながるよ、上にあの二間もあるんだから大丈夫じゃないかって、そんなことをせがれにせがまれまして、ですからこうして無料承知でお客様にお泊まりいただいております。ですから女中を置く、女を置くなどということはできませんでございます。なるほどね、まあ、世間じゃよくある話だが、じゃあ何かい、その氏宗さんって人が一月二月も経たないうちにおこんさんかい、もう袖を引っ張ったってやつだ。ひどいことするね。で、そのネズミ屋さんっていうのはどういうわけでつけた。はい、当時ここにはたくさんネズミが巣を食っておりまして、向かいの虎屋は番頭夫婦に乗っ取られましたが、ここは私たち親子がネズミから乗っ取ったようなものでございまして、ネズミに義理を立てましてネズミ屋とつけましてございます。ネズミに義理を立てたというのは面白いね。そうですか、わかりました。お父っつぁん、このうちに木の切れ端やコッパ掛けはありますかな。はっ、いやいやいや、一つね、私が一人でも多くお客さんが来るようにネズミを掘ってみましょうかね。はっ、あ、さようでございますか。お客様は掘り物をなさいますか。これは失礼をいたしました。手前の勝手話ばかり申し上げまして、あの、まだ宿帳を取らせていただいておりませんので、恐れ入りますが宿帳を取らせていただきます。ご称呼は。はい、飛騨の高山。これはまたご遠方からこの仙台へ。お名前は。神五郎。神五郎と申されますと、あの名高き飛騨神五郎先生、飛騨の名工神五郎。いやいやいや、お父っつぁん、今日のところは私の好きなようにさせてください。この神五郎という方、このいくらお金を積まれましても気の向かない仕事には一切この飲みを取らない方ですが、この一旦仕事となりますと全神経を仕込んでこれに当たります。
明くる朝までに一匹のネズミをこしらえまして、これを大きなたらいの中に入れまして、さらさらさらとしたためましたものをトントンと軒下に打ち込んで、縁と時節があったらまた会いましょう、おいちゃん気をつけてねという声を聞きながら、この甚五郎はまた旅へ出ます。ちょっとこちょっとこ、ネズミ屋さんの軒下に何か聞いてるんだよ。ん？飛騨高山、甚五郎作福ネズミ。飛騨男か？ねえな、聞いてみっか。とっつぁま、その甚五郎って、あの名人の甚五郎の福ネズミって俺たちにも見せてもらえる？おう、たらいの中に入ってる。おお、こっちここっちか。これだこれだこれだ。福ネズミね。このネズミ、木バカでこくでねえ、木で掘ったもんだが、そうならちょろちょろ動くわけあんめえ、どけどけ、我そそっかしいだから、何バカなこと。あらま、でいいんだ、このネズミ動く、どーたまげたねえ。あら、なんかただしが気がしてあるの。このネズミを見た者は、旅の方、土地の方問わず、当ネズミ屋へお泊まりくだせえ。いいんだ、俺たち、ネズミ屋さん泊まらなきゃいけねえ。バカでこくでねえ、俺らがうちとどれだけ離れてると思ってる。一丁も離れてねえ、何を言ってんだ。甚五郎先生の頼み、泊めてもらおう。この評判が甚五郎近在に伝わりますと、朝、雨戸をガラガラと開けますと、ネズミ見たさにお客さんが100人ぐらい、ずらーっと並んでおりまして、泊めてもらえてんだけどもな、恐れ入ります。お泊めしたいのは山々でございますが、上二間しかないところに85人様お泊まりで、じゃあはばかり、はばかりは4人様。もうワンサワンサと泊まり客が来る。一方虎の方はその番頭の牛蔵とやらは悪い野郎というので、客が1人減り2人減りします。いつの間にかその奉公人を抱えていてお客さんが来ない。これでは商売になりませんので、相手が甚五郎ならこちらにも考えがある。牛蔵は番頭の牛蔵は飯田丹下という掘り物師のところにやってまいりまして、どうか虎に見合うような虎をお掘りくださいませ。お支配の方はいかようにでも、相手が甚五郎なら不足はありません。この飯田丹下という方は三代将軍の前で甚五郎と掘り物の腕比べをいたしまして、惜しくも日本一というお墨付きを甚五郎に取られた。まあ、それだけこの腕の立つ方なんでございますが、どうもこの心に一物二物ある。三日三晩かかりまして一匹の虎をこしらえまして、それを虎屋の2階の手すりのところに備えつけまして、上からネズミをじーっと睨み下ろすような。とったまとったま、大変だ。どうしたどうした。おネズミ様が動かなくなった。おネズミ様だってな、日がなに一日。ああそうでねえよ、虎屋の2階見てみろ。虎屋の2階が、あの牛蔵だよ、あの野郎。腹を立てたと同時にガスッと立ちまして、これは腹を立てたから腰が立ったんじゃないんですね、3年前から腰は立ってたんですが、立てなくて立てなかったから立てなかったから立てなかったって、なんかこの言うとね、舌を噛むような。早速江戸の甚五郎に手紙を書きます。私の腰が立ちました、ネズミの腰が抜けました。なんてね、妙な手紙を受け取った甚五郎が早速仙台に乗り込んでまいります。ああそう、あれを飯田丹下さんが掘って、あの虎ね、飯田さん心が動いたかね、あんな掘り物をするような人じゃない。あれで私のこの棚に入ったネズミが動かなくなった。あの虎で、おいネズミ、私はな、お前を掘り上げるときに世の中のあらゆることを忘れてお前を掘り上げたつもりだ。お前、あの虎がそんなに怖いのかい。え、あれ虎ですか。なんだ、あっしは猫かと思った。いっぱいのお運びを誠にありがとうございます。あの私もこの4月から、美人寄せというのに出させていただきましてね、
4月が終わったらさて5月は何やろう、5月が終わったら6月何やろうとずっとそんなことを考えてる間に、どうでございます、春だったのが夏が終わり秋が終わり、次に冬がやってまいりましたよ。この1年中何考えてたのかなという実は発言をしてるところなんでございますがね、おかげさまででもこの、まあ、ベースといいましょうかね、美人寄せができましたおかげで、いろんなところで実はやる機会を得ることができました。ついこの間も11月1日実はこの日はですね、教育振興会というところの会がありましてね、北海道教育の日というふうに定めた日なんでございますね。でもう一方文科省の方では古典の日ということを定めておりました。まあ、これをジョイントさせる授業ができないかということで、道北は江差町というところで、まあ、古典落語をやった後に何か教育談義をできるようなそんなイベントを作ってはどうかということで、ご指名がかかって行ってまいりました。江差町でございますよ、東方でございます。江差というのは私にとってみれば実は初めて赴任をした学校があるところでございましてね、江差高校というところがございました。大層懐かしい思いで行ってまいりましたがね、今の先生方はとにかく自分たちのパソコンでいろいろこうポスター作りますからね、講師時々落語家か月の枠町かっこ村田何かしとかね、一方では、講師村田何かしかっこ時々落語家月の枠町なんか町内至る所にこう貼ったらしいんでございますよ。まあありがたいわけでございますと、怖いんですよ今の方々は、みんなこうパソコンで村田何かしって一体何者だということですぐこう検索をするわけでございます。そうすると、まあまあ、こういうところでこんな仕事やってやすかって出るのは、それは全部昔の話でございますから、四季の枠町は困りますよ、リアルですから今でございますよ。しかもあそこに控えてるご3人が録画してますでしょ、あれは仕掛け人でございますよ、パパパパって月の枠町ってやると出てくるらしいんですよ。恐ろしいことにメディアタウンに一致する月の枠町の画法みたいなのがバンスティックアンジャパンガラガラと出てくるわけです。そこをパッとクリックするとこの様子が出てくるわけでございます。皆さん方後ろ姿全部撮られてくださいよ、大変でございますよね。でいろんなこと聞かれるんですよ、あのことに美人女性って楽しそうですけどもどうなんですか、おかみさん随分元気ですか。元気ですよ、おかみさんは日夜の応援団長ですか。そうなんですか。お昼ご飯美味しいんですか。美味しいですよ、それはとても一回で終わらないですよ、何回も食べたくなるんですか。そうです。おいくらなんですか。2000円です。これが高級付きなんで、ランチ付き、そして落語付き、大変ですよ。美人寄せって美人しか行っちゃいけないんですか。いや、そんなことございません。いろんな人ってこれはもう話です。まあまあ流れでございます。お寮さんという相談しないとおいくつなんでございましょうか、わからない質問をされるわけでございますね。まあまあそんなようなことでわーっとこう盛り上がってしまうのが今でございますね。本当にこの、パソコンというかこのネットワークというか怖い時代だなと正直思いましてね。そこで私ふと思ったわけでございますよ。というのたまたまその中のお一人がですね、熊さんねってジェットスターってそうでもなかったわよってこう言われたんですね。多分この中でご存知の方もそんなにいらっしゃらないかもしれないんですが、実は7月ぐらいに私初めてその格安航空運賃のこの飛行機に乗ったって話をここでさせていただいたことがあるんですよ。でジェットスターってのはすごいですよみたいな話をまあ言ったわけでございますよね。でその方が実は乗る機会があったらしいんですけども、まあ、熊さんが言うほどひどくなかったわよみたいなことを言われて、それはそうですよね、ちょっと飛んでる飛行機なんですか。ひどいわけがないんですよ。まあ話ですから、まあ、理想とまでも言いません、まあ、ご表示とも言いませんけど、まあ、そういうことをまあ言うわけでございます。まあ、半分冗談で半分嘘でございますからね、まあ、そういうことをですね真に受けちゃって、それを何度もこう見直してる。その方は自分がジェットスターに乗ると熊さん超えてるかと看板をこう行くんだろうとドラーッとこう思っちゃってるわけでございますよ。ですからね、下手なこと言えないなと、お三人のあのカメラを意識して喋らなきゃならないなと私はちょっとこの頃思ってるわけでございます。で何をそういうふうにした時に考えたかと言いますとね、あまり同じ話をしちゃダメだなと、どこかでお話を聞いた方がまたいらっしゃってるかもしれない、それも繰り返し見てる方がいるかもしれないということでね、今まで私正直言って学生時代から貯めた話を、同じとこでいろんなとこでやらせていただきました。今日はそういったわけでね、ネタ卸しでございますよ。もう無理やり覚えましたね。もう熊八生涯初めてやる話をするわけでございます。登場人物は二号さんでございます。おめかけさん、ね、囲われ者、
今戦後ですよね。少なくとも若い時には想像できませんでしたね。おめかけさんというのは一体何なんだという、二号さんって一体何なんだという、少なくともやりたい、その話をしたいと思いませんでした。もう一方の主人公はこれ泥棒なんでございます。あまり身近に泥棒っていませんからね、想像できないようです。落語ってのは想像力の世界でよく言いますけど、おめかけさんと泥棒の話なんぞ想像を超えてますから、若い時にはできませんでしたね。ところが60になるとね、この想像力というのは進化して妄想というのが生まれるわけで、いろんなことを妄想をできるわけでございますよ。そうするとなんとかなるかなというような、思いになりましてね、で今日は、やるわけでございます。ちょっとこう声は風気味でね、声がいずい声でございますが、そこでは勘弁していただいて、今日はなんとか皆さんのこの想像力というか妄想力というのを頼りながら、いよいよ本編に入らせていただきますが、いやいや今日はね、少しゆっくりしていこうと思ったんだけれどもね、うちの方でもって少し気がかりなことが起きちゃった。今日は帰りますよ。あ、さようでございますか。それでね、お前さんにその渡したあのお足ね、あら結構まとまったお金なんだから、いいかい、小島にもすっとしたいか、この頃随分物騒だなみたいな話聞いてるから、分かったね、ありがとうございます、分かりました、じゃあそこまでお見送りをさせていただきますと言って、このやり取りをわけでもってじーっと聞いていたのが、これがよく落語に出てくる泥棒さんでございましてね、思わず泥棒に賛をつけなくなるような大変人のいい泥棒で、あらららら、いいねおいどうしてあんなじいさんがあんなおつなお姉さんを囲うことができるんだろう、信じられねえな、この金の力かい、いいね、世の中不公平だ、本当にしょうがねえな、いや、あそこに金あること分かってんだから、一緒に潜り込んで、あの金取って逃げちゃおうって言ってる人、なるほど、ああいうところのお家っていうのはこれはなかなかいいね、おつだよ、おい、置いてるのが全部いいね、お、なんだこれ、衣装が残ってんじゃねえか、おい、あらら、ちょっと取れちゃう、これなんだよ、これほんまのすごいね、本間さんじゃなくてこれすごいね、もううまい、あら先のことなくて色味でやっちゃおう、うまい、寒ざましてこんだけ飲ませる酒だ、大したもんだな、これは。
絵がこんなにたくさんあるのにさ、どうしてよりによって同業者のうちに入ったのさということさ。同業者って何？姉さん、泥棒がいい？そうよ。今でこそこうやってね、囲われているけどさ、その昔は泥棒さ。お前さん、高橋おでんって知らない？知ってますよ。おでん姉さんって、やそれはもう伝説の女泥棒ですよ。なんか本気あるんですか？あの人はね、私のおばあさん、私はおでんおばあさんの孫娘さん。すごいなぁ、血つながってんの？名門の腕だよ、これは。うん、直系かい。驚いたな、名前なんていうの？お前さんも泥棒やってんならさ、人に名前を聞くならまず自分の名前名乗っておくれ。あ、そりゃそうだ。うん、だけどまあ、名乗ることの名前でうちの親分ってのはね、なかなかのもんなんだ。これはネズミ小僧、ジロクチの系統でずっと来てるからね。うん、イタチ小僧、サイウウエってこういうんだよね。なんだか随分臭い名前だね。お前さんは、あ、俺その三番弟子でもって、モグラ小僧、泥の助ってそういうんだけど、汚い名前だこと。そうかい。私の名前、うん、私はね、高橋おでんの孫娘、高橋はんぺんって言ってる。はんぺんはない、それ初だ、冗談だよ。うんうん、そうそう、まあ、実は菊って言うんだけどね。あ、菊さんですか。あ、そうなんだ。これ驚いたな。無事踏んじゃったな。そうよ。ね、だけどさ、今こうやってお互いの素性を言ったんだから、ね、あえて言うけどさ、実はね、今、あの旦那と別れ話が持ち上がっちゃってね、実はその手切れ金の半分を今日置いてったのよ。うん、明日の朝またその残り半分を持ってきてパーンと二人きれいに別れようって、まあそういうことなんだけどさ、うん、まあ別れちゃったら独り身でしょって、また元の泥棒に戻るなんてこともできないから、どこかにいい人がいたら一緒になりたいななんて私は思ってたところだよ。へえ、でも姉さんならね、ほら企業もいいし聞くては思ったでしょ。いや、そうでもないのよ。ちょっと見はそうかもしれないけど、私も結構今度おばあちゃんでどうしようかなと思ってね、どっかにいい人いないかしら。あのさんのいい人ってどういう人なんですか？うん、そうね、あの実はあの旦那もね、いい人なのよ。うん、でもとっても真面目で、一生懸命仕事をして、月々決まった日に決まったお金を持ってきてくれる、こんないい人はいないんだけどもね。でもね、なんか面白くないのよ、ね、人生たった一度っきり、ワクワクドキドキハラハラって人生を送りたいでしょ。人生いろいろ、女もいろいろ先に出れたいのよ。なんか聞いたことあるな、それな。で、どうなんですか？さあ、なんかそういうようないい人に会いたいなと思ってんですよ。うん、どんな人だから。そうね、まあ例えばの話が、うん、知らないうちにひょっと上がり込んじゃってさ、ね、そこになんかパッと置いてあったらうまそうだなって言ってパッパッパッてなんか食べちゃったりなんかしてね、それでその家の人が帰ってきて、あらって言われたら泥棒だなんかいなくる人、そういう人ってきっとハラハラドキドキして、あら、いるじゃないの私の目の前に。え、どこにいるの？お前さんだよ。俺？俺が？どうですか？そうでしょう、本当に。まあそうか、ね、旦那と別れ話がある時にこうやってお前さんと巡り会えた。これもきっとね、赤いとかなんかで結ばれてるんだよ。わあ、嬉しいったらないしない。お前さん、お酒飲んだ。じゃあちょっと私についてくれる、ね、そうすれば三々、ね、三々っていうのももう、あれだからもう一緒になろうじゃないの。さあ、ついておくれ姉さん。いいの？嘘じゃねえんだろな。つきますよ。あ、ありがとう。じゃあ、いただくわよ。これで、私とお前さんはね、夫婦と同じだよ。こんな風にして決まっちゃうの？どうしよう。いいのかな？いいんですか、お菊さん。まあ、女房になったのに、どうしてお菊さんなんてそんな水臭い参加ってたって。お聞くでいいのよ。本当に？本当にいいの？え？お聞く。なんだよ、お前さん。ああ、どうしよう。俺弱っちゃったな。ああ、俺今日止まっていこう、ここに。もう止まっていく。あ、いけない、いけない、いけないのよ。ああ、見てもあの旦那はね、とにかく用心深い方なのよ。2階に、うん、もう武道の先生、3人ばかり用心棒に雇ってる。え？そうなんだ。どうしよう。だから今のうち帰ってくる。あの先生方に言うに行ってるから。その間にお前さん帰ってくれればいいね。そしてまた明日の
昼時分過ぎぐらいに来てくれれば大丈夫。朝のうちにさ、もう嫌いさっぱり分からちゃうからいい。でお前さん帰ってくる来る頃に私三味線に来てるから、その三味線の音が聞こえたらお前さん大丈夫だなって入ってくれればいいんだから、今日帰ってくれ、ね、大丈夫だから。あ、そうか、分かった。じゃあ明日必ず来る。そうそうそう、いいね。お前さん大丈夫、お箸持ってるかい。え、お箸持ってる。お箸、お、大丈夫だ。あ、金持ってるんだから、こう見えてもね、男だからちゃんと持ってる。ちょっとお店お店を。まあ、随分立派な髪入れたこと、え、どうしたの。あら、随分入ってるじゃない。ほら、そうだ、お宝なんて、お前。あ、世界に出らよ、世間に出ら、七人の敵は言ってるけどな、お、体持ってんの、そうなの。へえ、ちょっとまた持ちすぎだよ、これ。ちょっと私に預かってみよう。ちょっと、どうしてよ、それ、俺の足だ。何言ってんだよ、もう、女房と、え、亭主の関係じゃないか、本当に。ね、亭主の女は女房のもの、女房のものは、女房のものなんだから。俺のものがない、俺のものが何のものもないの。私は全部言語にするんだから大丈夫だよ、ね、大体お前さんがさ、たくさんお箸持ってたら私心配でしょうがないや、ね、どっかに浮気するんじゃないかと思って、まあ、すぐ帰ってくればいいけど、大丈夫だよお前、ね、お前みたいなものがいて浮気なんかするわけねえよ。なんだ、疑うのか。そこがいいよ。じゃあ髪入れごと置いてっからちょっと戻ってくれよ、頼んだ。そうかいお前さん、じゃあ気をつけてね。パーンと背中を押されて、まあこの男、まあ言うならば、まあ壇蜜さんにいきなりプロポーズされたようなもんだね。わーっと舞い上がっちゃって、もうどう帰ったんだか、帰らねえんだか、寝たんだか寝ないんだかよくわからないわけでございますよ。あくらさかよく目が覚めまして、とにかくもう早く行きたいわけでございますな。あー、なかなか昼間来ない。もうその辺ぐろ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 回ってましたよ、この辺だこの辺だ。ねえ、早く行きたいんだけどさ、なんだか随分静かだな。もう一回りしてこよう。まだかな、おい。三味線がなかなか聞こえないんだよ。江戸でちんまなんたら、さっと亭主のような顔して入っていけばいいんだけど、なかなかならないんだよ、どう。やっちゃったな。ちょっとタブコに聞いてみよう。ごめんよ。はい、いらっしゃいませ。何にします？タブコじゃねえんだ。あ、実はね、その、お菊のことについてちょっと聞きたいんだけどさ。あとお菊さんの、なんかあれですか？身内の方ですか？まあ、身内というか、まあ、これ以上近い身内はないんじゃないかなと思ってんだけどね。ちょっとまあ、どんなもんかなと思って、ああ、そうですか。そりゃよかった。ね、あたちゃん、有名なこと知ってますか？何です、有名なことって。有名ね、お菊さんに泥棒があったって、そうですよ。泥棒？そう、あた知らないんだ。あた、じゃあ、あたそこに座ってください。おお、おざ、おざ、ちゃんと待って。あたちゃん、とにかくね、もう大変なことがあって、あんまり面白いもんだから、来る人来る人全部話してるんですよ。まるで寄せみたいなもんですよ、本当の話が。ね、あのね、実はその泥棒がね、入ってるお客さんとあの通り器量がいいでしょ。ね、そして、まあ、口が立つ、切符ない、ね、タンクが来てる。ちょっとなんだ、そんと言って、丸め込んじゃってね、お客さん、その泥棒とね、一緒になるって約束をするように丸め込んじゃったらしいんですよ。またその泥棒、バカじゃねえかと思うんだよ。どこの女が泥棒だって分かってる男と一緒になる約束なんかしますよね、しますかね。まあそれはそうかもしれない。普通に考えたらそうかもしれない。そうなんですよ、とにかくそういうことでね。そしてね、うん、何ですかね、止まっていくなんて思って言い始めたらしいです。そこでお菊さん、とっさの起点ですよ。2階に武道の先生3人、ね、ちゃんとやっと雇ってるんですなって言ったら、あなたちょっと見てください、あの家平屋ですか、ね、2階ないんですか。普通平屋には2階がない。そうだ、2階がないんですよ、またですよ。そして帰る時にね、なんか財布を紙入れを渡すとか出さないとか、紙入れごと全部ね預けて、すっかりまぶれな顔して帰ったって言うんですよ、ね、それがね、昼自分にやってくるっていうもんですからね、そういうことがパとみんな知り渡っちゃって、今この辺みんなこう覗いて待ってるんですよ。みんなバカが来るかってみんな待ってるんですよ、ほら私が。あとはここで一緒に見てましょう、来ますから、このうち来たらみんなで指さして笑ってあげましょうや。そうなん、そうですか。で、あのお菊はどうしたんです。それがね、やっぱり後の仕打ちが怖いからって、でそれをもらった紙入れは届けるときに届けて、あとどっかでパッともう転落してしまいましたよ。転落っていうと引っ越しでございますよ。あ、引っ越し、どこ行きました。どこかわかんないんですけどもね、とにかく今日パーッと朝早くいなくなってしまいました。あらららららら、まいったな、これ。一体お菊って一体何者なんです。あ、お菊さんですか。あの人、義太夫のお嬢さんですよ、義太夫の。あ、そうか、道理でうまく語られた。精一杯の運びで厚く御礼を申し上げます。第55回、大和屋美人寄せということでございまして、
美人しか来ちゃいけないという会でございましてですね、よく来ていただきましてありがとうございます。でもね、毎回毎回申し上げておりますけども、基準がございまして、大和屋のおかみさんが基準ということになっておりますから、まあほとんどの方は大丈夫ということでございましてですね、今日は犬の日ということで関係はありませんけども、特に、美人の方にですねお名前を差し上げておりますので、今日は高山さん、家族とね、私島根の松江生まれ育ちなんですけどね、松江に一緒に旅行に来たんですよ。神在月というね、出雲大社ですよ。でそのね、みんなで一緒に行ってこう拝んできたわけなんでございますけどね。で東京にまあ、こんなこと言ってもいいと思うんですけども、お嬢さんがとっついていらっしゃるんですよ。で東京で合流してね、もうとにかく大和屋ファミリーで松江行きましてね、で3泊4日からとか回ってったんですよ。で途中でこう私も落語やったりなんかしてね、したんですよ。で昨日はですね、一昨日ですか、東京から私帰ってたんですよ。なんか単なる自慢なんですけどね仕事で、落語の仕事でね、そういうところがあるんですよ。まあね、詳しく話はしませんけども、で、今度来週は神戸、福岡、それからつい10日ぐらい前、ついって言っても10日ぐらい前だからあれですけども、ね、砂川でやってきたりなんかして、まあ、とにかくまあ今年はいろんなところに行かせてもらうわけなんですよ。でね、行くとこ行くところでコンビニってやつをね、コンビニエンスストアって言うんですか、はあ、まあ当然行くわけですな。そうするとね、ところどころによって変わるんですよ本当に。松江に行きましたらね、行くとこがポプラなんですよ。分かんないでしょ、分かんない、まあこちらでいいようなセコーマートみたいなもんですよ、地元のね、そのコンビニエンスストアなんですよ。地元では有名なんですよ。もうポプラといえばなんですか本当に。で私どちらかと言いますと、皆さんもおそらくそうかもしれませんけども、セブンイレブン派なんですね。なんとなくセブンイレブンのね、看板を見てあそこに入って、なんとなく落ち着くんですよ。これがね、ローソンではないぞというような、まあ、感じ、私の場合ですよ、なんですよ。で、なんでそうかというと、コーヒーが今売ってますよ、いろいろね。100円コーヒーっていうのがあるんですよ。で、ローソンはね、120円なんですよ。微妙にね、なんとなくこう買いづらいというのがあって、どうしてもセブンイレブンにこう行くんですよ。でセブンイレブンでもね、まあ、当然たくさんあの子の前にもありますし、やっぱりこう行きやすい感じのところに行くんですな本当に。で何が行きやすいかというと、まあ、車で行くときは車が止めやすいとかね、綺麗なおばちゃんがいるなとかね、そうなんですよ。で多少そのレイアウトというのもお店によってちょっと変わってますから、ですからこう行きやすいところにあそこに行けばあっちでこれがあるなっていうのが大体こう分かってるんで、そのままこうスッと行くんですよ。
だからセブンイレブンがいいかなという、あのコーヒーがね、レギュラーコーヒーホット100円っていうのがね、微妙にこうなんかこう そそるんですな。だからセブンイレブン、セブンイレブン、セブンイレブンに行くんですけども、ローソンというのはね、まあいいでしょう。でもね、関西行きます、その松江に行きましたらね、まあポプラもあるんですけど、ローソン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 なんですよ。で、東京から来られたそのお嬢さんとね、一緒にセブンイレブンのコーヒー飲みたいよね、飲みたいよねっていうことで、3日間かけてね、セブンイレブンを探したんですよ。ないん、ないんです、ないんです。で、聞きましたらね、今年の4月にようやくね、松江にスターバックスのコーヒーができたというぐらいの、まあその、まあ、文化程度の低さっていうんですか、うん、まあまあそれが、コンビニが文化かどうかわかんないんですけども、そんな感じのところで、本当にところを変われば品変わるというやつでございますよ。で、近頃私東京の方に仕事で行きますとね、日本橋の方に行くんですよ。もう大変都会なんですけども、そこもセブンイレブンが見当たらない、見当たらないんですよ。だから東京ですから当然あるんですけど、その地域がないんですよ。で、なんとなくこう不安になるんですな。で、ファミリーマートというのもね、ある、結構あるんですよ。で、もっとあるのがね、デイリー山崎という、ご存知です。デイリー山崎というのがもうたくさんある、もう3軒ぐらい並んでるんですよ本当に。で、なんでかなと思ってその東京の人に聞きましたら、すぐ近くにというかその向かいに山崎パンの本社があるわけですよ。そうなんですよ。だからあるということなんで、まあね売ってるものはローソンであろうが、そのセブンイレブンであろうが、ね、ポプラであろうが、もうほとんど変わりはないわけなんですよ。ね、でも何が違うかっていうと、東京行ってよくわかるんですけども、売ってる人っていうんですかね、レジに立ってる人がね、違うんですよ。ネームをこう見ますとね、プロ野球選手かっていうぐらい、おうとかね、なんですよ。ですからまずどう伝えていいのかがよくわからない状況に なるんですよ。おにぎり温めますかみたいな感じに なるんですね。で、まだおにぎりはね、おにぎりはまあ温めますかって言ったら、はいとかお願いしますとかって言えばいいんですけども、秋葉原の向かいのね、ファミリーマートなんか行きますと、おにぎりは温めてくれないんですよ。で、その電子レンジが店先にあって、自分で温めなきゃいけないわけなんですよね。なんか本当に勝手が違うというような感じなんですな。で、もっと違うのはね、朝方行きますとね、なんでこんなくだらない話してるんですかレジがね、これぐらいの大きさのお店なんですよ。レジが4台あるんですよ。4台ある。それがね、全部列がずっとこう10人ぐらいの列が連なってるわけなんですよ。そういう状況って北海道にまずないでしょ。すごいですよ。すごい感じのねで、何が困るかっていうと、お客様っていうか私だけかもしれないけど、ここ対応というのがね、これ お金をね、例えばファミリーマートで行きますと、フルーツサンドっていうんですか、290円を買って、それからリポビタン D のライトかなんかを買って、まあ、358円ぐらいになるんですよ。で、どうしてもこうお釣りをね、もらうじゃないですか。で、自分としてはね、東京だからなんかそのね、釣りにやってもダメだろうということで、財布にこう入れる時間が欲しいわけですよ。そうするとその王さんはね、もう次の人の、私の後ろの人の対応に取り掛かるわけですよ。そうすると私の立場がないわけなんですよ。ね、そういうのがね、なんとなくこう困ると言いますかね、やっぱり札幌がいいなというような感じに、
当然なるわけなんでございますけど、まあ、ただそれだけの話なんですが、でも、なんていうんですかね、ところ変われば品変わると申しましてね、こちらでもってね、私もそうなんですけど、札幌でもって、まあ、これは当たり前だろうというのがね、当たり前でないというのがあるわけなんでございますよ、本当に。だから昔もそうでございましてね、いろんなところを行きますと、ところ変われば品変わるということでございまして、昔はひどいところになりますというと、まんじゅうが知らない国なんていうのがあったんだそうでございまして、まんじゅうかなんかが田んぼのあぜ道かなんかに落ちたんだ、もう広い話になったんだそうでございまして、あれこれなんだびやなんだびやって、それをむすりにいいか、むすりならむすりこれティートバイスとか引いてるたんび、これおめえそのくわでつついてみろやったら、まんじゅうをくわでつついたら中からあんこうが出てきたんだそうで、あれまあ今年の小豆の出来が悪かったら、こうだら虫が食べたにちぎりにいた、この虫が生かしておくにはあんにいた、この野郎この野郎ってんでまんじゅうをくわで潰したという話が残っておりまして、これが私どもの話の幕開けでございまして、これはこれは皆さん村の方お揃いで何か珍事でも起こりましたから、いや珍事様は怒らっしゃらねえがねえや、そこじゃお話ができませんから、まあこちらにお入りになる、あそうでございますか、じゃあちょっくらお、ごめんくらせ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 、いや他でもございませんが、この間から庄屋様から手紙が参りまして、形状が参りまして、村の者一同を集めてごちそうばぶつということでございまして、馬場様に聞きましたら、庄屋様のごちそうというのはただ飲んだり食ったりしただけじゃダメなんだそうでございまして、何でもこの本膳の描く難しげな礼式っちゅうものがございるとあるということでございますが、その村の者こうやって36人集まってその本膳の礼式っちゅうものを知ってる者がいませんでございましてね、あまあまあその中でございますが、ちょっと前へ出ろや、まあいいや、これはその下神殿の忘れがたみの魔獣のモスケでございまして、これが絵描く知恵門でございましてな、これが申しますには別れにいいもの同士でもってくっちゃべっててもあんにだから、これはこの村外れの先生のところにその本膳の礼式っちゅうものを教わりに行ったらよかんべって、このように申しましてな、先生のところにお伺いしたようなあんべでございまして、あそうでございますか、あ私もね、庄屋様からお手紙をいただいておりますがね、まあ皆さんでここで本膳の礼式をお教えしましても物覚えの遅速早い遅いというのがございますから、どうでございましょうな、まあ失礼とは存じますが、当日皆さんとご一緒に庄屋様のところにお伺いをして、まあ私が上座に座らせていただいて、私がやることを皆さんで真似るということはいかがでございますか。ありゃ先生がの言葉は真似ると、いや真似ると言ってもまあまあ私がお辞儀をすれば皆さん頭を下げていただくような塩梅、おそんなようなことは俺たちにもできますね、あそうでございますか、じゃあそういうふうにいたしまして、あじゃあごめんください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 ごめんくださ い話はしてございますんで、当日になりましたら、先生を筆頭に村の者36人がとかだかっとそってるかな、これは先生のことを真似るだけおめえ一人一人こう伝えていけや、なんだおめえ顔色がえかく悪いな、お腹でも調子悪いのか、いやそれでいいだよ、あれ見ろや、あれ見ろやって何だびや、何だびやってお前投げ死にかかってあるやつ、なぎなたとか、あんなび、俺はおめえ庄屋様だって、古いうちだで、あんなものは珍しくはねえだい、そこでねえんだよ、俺たちが本膳の礼式間違えたら、子供のものは生かしておくにはあんにだってんでな、殺されるかもしれん、そんなことはねえだよ、始まった、始まった、ありがとうございます。いかくいろんなものが並んでんだな、いいか、始まるだぞ、始まるだぞ、いいか、頭下げろと、いいか、向こうから寄ったりめ、もっとすさりや、下がりや、さ、どたまぎろと、どたまぎ、お椀に手かけるだぞ、お椀に手かけるだ、お椀に手かけたら、ああ前と後ろこう押すな、そうな、それで蓋取るだ、蓋取ったらばダメだぞ、ほらあかねえぞ、あ
かりと鍵でもかかってるから。いや鍵でもかかってるわけにいないよ。それ前と後ろ押すだ押すだ、そう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 だ。えしたらば一口するだぞ、一口一口だぞ。ああいいつゆ加減だ。一口か、俺は人分の自慢だ。ダメだよ。今度は先生、お平の長芋を取ろうとしたんですが、これがこの塗り箸でもって、おまけにこの芋がぬるっとしておりますから、なかなかつかめない。ここは先生、とんちでございますから、この芋を刺した方がいいだろうということで、刺すんでございますけども、なかなか芋がつまめないということで、あら、面白いな、儀式だな。はあ、芋はな、こう上の方からぶっ通すだよ。ああ、やってみるべ。ダメだな、ダメ。おほら、おらの芋どっか行っちまったぞ。ワイ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 やっておりましてね、そのうちにこう突き刺すんでございますけども、なかなか、ほらダメだな、誰が一番先に、ぶっ通すか競争すんべ。火の火の火ダダ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 ダッとやり始めた。もう先生は我慢ができなくなりまして、真似もいい加減にしろってんで、ドーンと肘鉄砲を食らわした。おお、何だびよ、これもいいたげな礼式だな。おお、いや回すぞ、いやおらいらに、おらいらねってこれ礼式だ。行くぞ、ドーンドーンとやっていくうちに、お詰めの36人目がひょいっと見る程度壁で誰もいない。先生、この礼式の肘は時計持っていくだね。珍しい、棚卸しじゃなくて新作みたいなのがあるそうで、はい、今日もちょっとまた変わった面を見ていただきたいと思います。でもう今日はね、さっきからもう舌足らずで、きっとどっかが一本切れてるんだと思うんですが、申し訳ございません。ご報告をちょっとさせていただきます。来月、ことに寄せ12月の21日が、今年の最後の、ことに寄せとなりますが、まあ、納会ということで、12月の年末ということもありまして、今の3人さんずっと出ていただいている他に、何人かまた出ていただけるそうで、ちょっとお楽しみにしていただきたいということと、ちょっと長時間になりますので、おやつタイムも設けます。ですから、ぜひ皆様ふるってご参加ということと、それではその後にですね、谷町とかおっかけさんもうちの会はございまして、いろいろあるもんですから、納会をいたします。で、4時ぐらいから、1人会費5000円であれなんですが、一応飲み物を飲み放題で、お鍋とかお寿司もつけて、それからいろんな料理もつけて5000円でやりたいと思いますので、ふるってご参加いただいて、当日お申し込みいただければ、終わった後にこの場所で大宴会をいたしますので、皆様小生さん方も囲んで楽しんでいただければと思います。ですから当日参加の方は丸一日大和屋に釘付けということになっておりますので、申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。そういうことを放送した後に、どうでしょうかね、皆さん、大和屋ことに寄せ、いろんなことがありますけれども、ぜひ先生教室も持ってますので、私もそろそろちょっともう一度この講座に勝手ながら上がらせていただきたいなと思っておりますので、一緒に勉強する方も募集しております。ぜひ一緒に勉強させていただければと思いますので、お声掛けください。今日は長時間ありがとうございました。また来月は本当に長時間になりますので、楽な格好でぜひご参考してください。お待ちしております。どうも今日はありがとうございました。思われますので、ぜひお誘い合わせの上お越しいただきたいと思います。ありがとうございました。